8月3日月曜日です。おはようございます。社会保険労務士の大五郎です。本日も日本経済新聞より気になるニュースを取り上げます。抗体検査の誤解相次ぐ、現在の感染は判断できず。新型コロナウイルスの抗体検査で陰性となったことを現在感染しないことを示すと間違って解釈する例が相次いでいる。抗体検査でわかるのは過去に感染していたかどうかで、現在の感染の有無を知るための PCR 検査などとは用途が異なる。複数ある検査法についてそれぞれの特徴を正しく知ることが大切だという記事です。解説を行います。東京都新宿区の劇場で公演した舞台の出演者らが新型コロナに集団感染していることが判明しました。これまで感染が分かったのは50人を超え、観客ら800人以上が濃厚接触者となっています。主催者側の発表によれば、出席者の一人から体調不良などの申告があったが、抗体検査の実施の結果陰性であったことなどから出演を続けたということです。これに対し、抗体検査では現在感染しているかどうかを判断できないという専門家の意見が出ているそうです。わかりやすくまとめたものがこちらです。新型コロナウイルスの検査法には主に、こちらの3つがあります。 PCR 検査、抗原検査、抗体検査の3つです。抗体とは体内に侵入した病原体を捉えるために働く物質のことです。抗体は感染してから体内で作られ、発症して2週間ほど経つと、量が増えてきます。その後一定期間は増えたままなので、検査で陽性と判定されれば、これまでに感染したことがあるとわかるものです。すなわち発症から1週間程度では量が増えていないために陽性にはなりにくいと言われています。もう少しだけざっくりわかりやすくまとめてみます。今新型コロナウイルスに感染しているかどうかの判定ができるっていうのが PCR 検査。逆に今感染しているかどうかの判定に使えないのが抗体検査です。そして発症からの日数によって追加の PCR 検査が必要となる可能性があるのが抗原検査です。抗原検査には、検査結果が出るのが早いというメリットがありますが、正確性には欠ける点があるようです。次に、過去に感染していたかどうかの判定ができるのが抗体検査です。しかしながら、どの検査でも精度は 100% とは言えず、検査で陽性となっても感染しているというケースもあります。たとえ PCR 検査で陰性となっても、症状がある方は感染していると思って行動することが重要になります。本日8月3日は蜂蜜の日。ちなみに3月8日は蜜蜂の日だそうです。暑くなってきました。体調管理には十分気をつけてください。それでは本日も最高の一日にしましょう。